右胸心、または右心症とは、心臓の胸口内での位置の分類の一種であり、心臓の大部分が右胸口に位置している状態を指す。心臓の位置、方向は、胸郭内での位置と心気部、心線部の軸方向により右胸心、正中心、または中間位心、左胸心に分類され、右胸心は、心線部が右側を向いている状態である。 発生頻度は、おおむね1万2千人に1人の割合である。右胸心は、以下の通りに分類される。孤立性右胸心は、心臓が胸郭内で通常より右側に位置しているが、その他の内臓位置以上を伴わない状態である。この場合、複雑心器系や肺底形成など、その他の関連臓器の形成以上を合併することが多い。胸型右胸では、 心臓は右胸隔内に正常心と共存をなすように一致している。この時他のすべての腹部臓器も通常の場合と反転した位置関係にある。孤立性右胸心と比較すれば心疾患の合併は少ないが、それでもなお通常の場合と比べ、先天精神疾患やその他呼吸器系、食道や腸管の合併疾患を伴うことが多く、 特に心血管系や呼吸器系の合併疾患は放置されれば場合によっては致命的になり得る。また、カルタゲナー症候群は胸像型右胸心の患者に合併することが多く、腫瘍臓器の位置の反転とともに男性不妊症を伴うことがある。右胸心の診断は心電図や胸部 X 線撮影などの画像診断によってなされる。 胸部 X 線撮影を行えば、診断は容易であるが、心電図のみでも鑑別は可能である。例えば極端な右軸変異により正常と全く逆の電気軸になるとともに、左側胸部誘導で V5、V6 において R 波行が減少する場合、右胸心が疑われる。12誘導心電図の電極を患者に装着する際に不注意により、 電極の位置を間違えると、誘導の位置が入れ替わることにより、患者にはなんだか解剖学的異常がないにもかかわらず、見かけ上右胸心様の心電図が得られる。心電図は極度の軸変位を示すことが多い。右胸心患者の心電図を記録する場合は、まず通常の死誘導と、胸部誘導で12誘導の心電図を記録する。ついで V3、V4、V5、V6 を。 右胸部の左右対称の位置に付け替えて記録する。また、右胸心の患者に除細動を行う場合には、除細動パッドを左右対称に反転して装着する必要がある。すなわち、新鮮部用パッドを左側胸部の代わりに、右側胸部に、胸骨部用パッドを右前胸部の代わりに、左前胸部に重複する。ありがとうございます。